ども、改めてここまで姿は鳥居です。はい、声は鳥居です。鳥居ですね、はい、そしてかっこいい、シルバーでもいらっしゃいますね。はい、先ほどアフレコの話も出てましたが、今まで皆さんと過ごしてアフレコの現場とかいかがですか？そうですね、最初は僕ね、本当に声だけで声優として出させていただいたんですけどもね、最初の時からみんなとね会えて、で一緒にこう息を合わせてこうアフレコしたりとかできたので、とってもなんか楽しい収録でしたね。でシルバーになったじゃないですか。シルバーになってからみんなでね、恐竜チェンジする時のこの合わせるのがなかなかね、マイク3本ぐらいで10人でやるのがすごい難しくて、最初僕1人のマイク使わせていただいてたんですけど、なかなか合わなくて、ウッチーが手伝いに来てくれたんですけど、ダメでした。どうも戦略不足で申し訳ございません。テッサイの時もあったね、それね。ありましたね。テッサイの時もあったね。どうしました？まあね、そんな中で、はい、なんかがこれからもうそろそろ始まるんじゃないんですか？なんとですね、今年は。何日後ですか？いきなり映画館も盛り上げてくれますよね。映画がね、はい、何かあるよね。ありますね。3日後ですか？3日後。3日後。18日？皆さん何の映画か知ってますよね？知ってますか？まあ揃わないですよね、そりゃ。はい、バーサスです。はい、はい、ゴーバスターズ、なんだっけ、題名言ってください。10年戦隊対特命戦隊ゴーバスターズザムービーですね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。あちゃあちゃ言ってみて。はい、10年戦隊恐竜ジャー VS 特命戦隊ゴーバスターズ恐竜大決戦、さらば永遠の友よ。勉強させていただきます。ね、本当にすごい、今までの歴代戦隊プラスね、恐竜戦隊と、そしてゴーバスターズのこのミックスさが、なんでしょうね、フルーツミックスのような、外務にも負けないフルーツミックスな感じで頑張っているので、皆さんぜひぜひお楽しみにしていただけたらと思います。噛んだ。ぜひぜひお楽しみなさってください。皆さん1月18日公開となりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。